皆さんこんにちは、カズラボチャンネルです。今日は DJI FPV 用アームブレースというものが届きましたので早速レビューしてみたいと思います。レビュー動画がありそうでちょっと少なかったので撮影しております。1760円、ドローンアームブレーサーズ、これがなんだ、ネジとこう止めるための金具でしょうか。まあ、プラスチックですけどすごい軽いです。ネジ2本とこの止めるための金具アームが2本、非常に軽いです。プラスチックかな、これはプラスチックでできてます。ここに LD とか書いてますね。左ってことでしょうか。でこれが右、何に対しての右。37g です。それでは取り付けてみましょう。この LD って書いてる方が左側、こちらのようです。前を止めて後ろもできる。結構ね硬いです。結構硬い。あ、いけました。前はめて後ろいけました。結構ねガッチガチになりますね。あ、一気にいけばいけます。おお、ガチガチ。なるほど、これは多少いっちゃってもないよりは全然折れないかもしれない。すっごいガチガチになります。そしてこれで止めるってことですね。まあ、ここにビスを止めるところがあって、これがこっちかな。ここにはめて、そしてビス穴がここに来るって感じですね。そしてロッククレンチですか、これ 1.5 かな、2かな。ちなみにこれプロペラを外してやってくださいっていうことだそうです。はい、来ました。おお、見た目がちょっとかっこいいかで言うと微妙なんですけど、かなり頑丈になるみたいです。持ちやすくなりますね。すごい持ちやすくなります。見た目綺麗でも結構ゴミつくので定期的に拭いた方がいいと思います。いいか悪いかよく分かりませんが、自分はいつもブレーキパッドクリーナーで拭いてます。どうですかね、そんな汚れはついてないか。まあでも一応ね、すいません、これ使わない方がいいのかな、なんか赤がちょっと取れてる。気にしませんけどね。めっちゃ赤取れた。これダメですね、使ったら。気にしませんけど。ん？何かおかしい。なんだ？これ気をつけないとダメですね。おっと、ネジがはまってませんでした。これつけるときよくチェックした方が良さそうです。穴がずれて入った。これできました。今グッと入った感じがする。これ閉めた後はちゃんとモーターが回るか確認した方が良さそうです。ここが干渉していると全くモーターが回りません。よし、できた。重たくなるかな、まあ、37g でしたっけ。それだとね、ちなみにアームブレースつけてるとプロペラガードつけることはできません。どちらかを選ぶような形になると思います。これで実際にどれぐらい飛行に影響があるか、まあほとんどないっていう話なんですけど、飛ばしてみたいと思います。飛びます。 N モードです。
続いて S モードです。続いて M モードです。はい、いつも申し訳ないんですが今日もお願いしております。真面目に見ております。いつもありがとうございます。ちょっと後ろに、はい、無事に飛ばすことができました。問題なく飛行できたので全然使えると思います。それでは皆さんのご視聴いつもありがとうございます。